はい、皆さんおはようございます。2017年9月12日火曜日、じゅんちゃん、かぜちゃんのモーニング宇宙ニュース、トヨ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 パーグッパー体操。あら、花びらが、あ、クラッカーか、あー、なるようになったんやな。まあ、散るようになった。あんた、グッパー体操やってないんや。え、何がちょっとやってる。えらい音らしいなぁ。小沢さんも100回ぐらいやるよ、中堅な、うん、もう。おはようございます。富山は曇り、あれ、前に徳島が行ってなかった。徳島、そう雨のち曇り。あ、雨降るな。3時ぐらいまでずっと雨見た。最高28度、最低26度。東京曇りのち雨、うん、最高29度、最低24度。気温はそんなに高くならないけど、なんか湿っとるぞ、うん、60% ぐらいじゃ、うん、あ、おはようございます。富山は曇り24度、風が強いです。グッモーニング東京、現在曇り、最高気温28度、最低気温24度。今日はこれから雨が降ります、うん、めちゃくちゃ蒸し暑いです。本日もよろしくお願いします。おはようだじょー。東京曇り25度。売国的行為なのになぜ許されるのか。愛国心のないのは与党議員。約300兆円のゆうちょマネーが外資に略奪。まあね、元気なくなって帰ってきた猪木ちゃんとか。あ、そうそう、名古屋大雨、24度、27度まで上がるかも。佐賀は曇りです。はい、おはようございます。北海道雨、現在17度。今日は終日雨の予報です。よろしくお願いします。おはとよ。静岡雨、現在25度、最高気温28度の見込み。今日もよろしくお願いします。カズちゃん元気なさそうだじょ。およ、なんか湿っぽいのよね。まあね、なんかね。おはようございます。ジメジメ。愛知県西部雨、気温26度です。北朝鮮の制裁決まりましたね。効果あるかな。ということで、じゃあ私のところまで降りてくれて、決まったっていうか、ね、もう予定調和だったみたいな感じ。今日新聞の方にもね、だって新聞に書いてあるんやもんね。北朝鮮制裁、石油全面禁輸もらず、安保理採決で中露の対応焦点っていうことなんだけども、全会一致で採択っていうことで、北朝鮮制裁決議を。え、どこら辺から？下だよ、ずっと下降りて。あれ、もうその段階であれだったの？あれ、ちょっと待ってね。あれ、もっと下、もっと下、もっと下。そんな早に分かっとった？いや、今日の朝分かったのよ。ああ、そうだ。今これ並べ替えてるから、あ、そうなの。ああ。はい。ということで、その上のところね。ああ、これか。うん、速報で、国連安保理新たな北朝鮮制裁決議を全会一致で採択ということで、まあ、日本時間の午前7時過ぎに決まったっていう。で、その上なんだけれども、読んでくれ。今の時間では全て決まってませんが、国連の対北朝鮮制裁決議はアメリカが提案したものよりもかなり後退しました。キム・ジョンウンの出国禁止や個人的制裁もなく、石油禁輸もなく、天然ガスなどに限ることになります。核開発と ICBM 開発については午後から。アメリカより騒ぐバカス、日本政府は相手にされなかったっていうね、うん、でその上の原油輸出量は事実上現状維持ということで、うん、そうそう、それでこれはヒゲの隊長がなんかツイートしてたんだけれども、ほら、戦争やらんとどうするんじゃみたいな。北朝鮮外務省が安保理での国連決議協議を米国に対し強力な行動措置連続で取ると牽制、かなり強烈な制裁決議案ゆえにかなり嫌がっている少佐か。だから北朝鮮の外務省は、うん、まあもうとにかくこれに対抗するっていうことを言ってて、その下の、うん、
ところにもあるように、アメリカが思いもつかない強力な行動措置を連続的に取るっていうような、こういうまあ脅しとも取れるようなことを言ってたのよね。でも結果としてこの制裁決議っていうのをまあ北朝鮮がどう受け入れるかっていうことなんだけれども、まあ結局そんなにきついものではないっていう、その上のところ国民の生活には影響を及ぼさないようにしようっていう、うん、でもう中国があの北朝鮮の預金を全部もう現金として引き出すようにっていう、あれ言ってたね、もうだからもう始まっているっていう、それで石油精製品供給や原油輸出に上限を設けるっていうことで、まあ、あの止めるんではなくて、まあ、上限を設けるっていうかなり緩やかな、そうそう、だって国民生活を危うくしたらあかんっていう、だからその上のロイターのも、まあ、結局日本の ABCD 包囲網、あれで暴発したっていう、まあ、そこまでいかんようにまあやろうってっていうことだろう、だから北朝鮮制裁、まあ、アメリカが譲歩した形で、まあ、ここのポイントのところにあるような、こういうことが決められていったっていうことで、まあ、こういう、でその上のね、まあ、制裁決議の内容ということで、この上、これか、まあ、労働者就労許可禁止って、これはちょっとどういうあれなのか、今ロシアとか中国とか行ってるような労働者たちについてはそうだろう、これを禁止するっていうことなのか、だから繊維製品は輸入禁止、天然ガス液も、北朝鮮で作ってる繊維製品ってあるのかね、そんなに、まあ天然ガスも輸出禁止、多分ロシアとか中国はかなりこういうところから繊維製品も入れてるのかもしれないよ、逆に、ね、あのロシアから行ってるものもあれば、こっちはベトナムとかあれが多いもんね、でこういうのがまあこういうふうに割と緩やかに決まったっていうことは、その上のところにあるように、昨日ちょっと最後に言ったんだけれども、あの北朝鮮の外務省の幹部ら4人がスイスに到着っていうことで、アメリカの元政府当局者らと非公式に接触して、ここでもう決まったんじゃないかと思うのね、で合意した上で、まあアメリカが譲ったと、あの国連の場では。でこれがあの今度の決定じゃないかという気がするんだけれども ね、まあ、ね、でまあプーチンも新たな朝鮮戦争はないだろうって言っていたっていう、で結局戦争を挑発しているのはアメリカディープステートと、まあ、パシリの安倍一派、まあね、まあ、安倍は連中に対しては免従腐敗の核武装主義者だが、こう基本行動がパシリというような、まあね、こういうふうにあって、結局ね、あのなんだろう、日本の場合には、その当時の永久戦犯として残された人たちがまだ生きてるじゃないの、この生きてる間にことを起こしたいのよね、あの今まで秘密裏に核武装とか、まあ、サリンをはじめとする化学兵器とかやってたことを生きてる間に戦争とか何かで使いたいんだろうと思うんだけれども、結局それも天皇同和の支持を、まあ、三菱とか中心にした天皇財閥、あいつらの考えることってそういうことよ。でやたらその、まあ、日本とか韓国とかはこうテレビを通してね、もう厳しく制裁をっていう、まあ、アメリカが言ってることをこう言うんだけれども、実はアメリカは北朝鮮とああやって秘密裏に話がもう行われてて、結局何だったのかっていうことになると、内閣支持率を上げるために北朝鮮を煽り、アメリカをけしかけ、戦争を始めさせようとする最低最悪の日本の総理創価学会、まあ統一教会、日本財団よ、まあ天皇同和党、国民の生命財産を守ると嘘吹き、軍隊を持たない国が兵器武器兵器装備を買い増し、防衛費を膨らます、こんなやつを総裁にしている自民党、
それを支える公明党、北朝鮮に関して公明党静かだね。この裏にいるのが公明党、まあ天皇同和党よ、うん、でね、この間にね、結局日本と韓国は、うん、まあ武器や兵器装備をかなり、まあ何兆円も買ったっていうことじゃないの。まあね、それでいて、まあ、このなんか日本と韓国がこう煽ってるような言い方だけが報道されていくっていう、まあだから天皇としても天皇財閥としてももう向こうと組んでるっていうことよ、イギリスとかエリザベス、結果としてサウジの王族、アメリカがまあ債務のあれでまあ3ヶ月延長になったっていうことが、急遽戦争しなくてもいい状態になったっていう、そうそう、やっと一息つけるなっていうか、でも一息なのよね、結局またすぐ足りなくなるじゃないの。そうするとまたミサイル飛ばして日本とや韓国にまあもう武器を打って、そうよ、それでなんとか食いつないでいくっていう、このパターンを繰り返すのかどうかっていうことだと思うね。まあだからバチカンで決まったんちゃう、うん、スイスでこうやって日本から天皇からな、まあお金を巻き上げてちょっとやっていこうみたいなまあ日本国民たまったもんじゃないよこれ。消費税上げないとやっていけないってなるのよ、これから郵便貯金の株とかで、あれね、あれもあの国がそのゆうちょの株を売るっていうことはね、その株を外資が買えば結局乗っ取られることになるじゃないの。まあね、徐々にね、そんなことは本当はやっちゃダメなのよ。こういう時だから手堅いものは置いとかなきゃならないはずなんだけど、まあ JP モルガンとかゴールドマンサックスとかな、ああいうところ個人のだったらいいわよ、いつ売ろうが誰しようが。でも国の財産、税金で賄ってるものはやっぱり極力国の財産としては残しとかなきゃならないだろうと。まあでも債務上限が一応3ヶ月先延ばしになったから、まあこのハリケーンのおかげもあるんだけどね、うん、まあハリケーンもまああれも作ったもんだろうね、うん、まあいいや。あ、それでいいのこれは、うん、はい。核を否定しない安倍晋三はどこの国の総理大臣ですか。やばすぎる緊急事態条項、寺島実郎氏。日本は核の被害を受けた国でありながら核兵器禁止条、え、ここは読んでない。いや読んでないよ、あれさっきここ読んだんじゃないの。あ、ここ読んでないな、日本に第2の敗戦をもたらす安倍政権の放漫財政、国の借金の残高は軽く1000兆円を超えている。安倍政権が終われば敗戦直後のような混乱と厄介な戦後処理が待ち受けている。まあこれを民進党とかにやらせようっていう魂胆じゃないの、うん、もう使いたいだけ使って、それでもう国のあれが成り立たなくなってきたらもう投げるという。フィナンシャルタイムズ氏は日本の借金を解消するのは不可能だと報じている。っていうかアメリカがもっとひどいんだけれども、うん、まあ日本もあかんだろうっていう、うん、まあでもアメリカがこけたら日本もっていうあれじゃない、うん、まあ金に裏打ちされてない、金は天皇はあっちこっちに隠しとけな、うん、日本財団とか創価学会の塚本祖山、あそこの塚本創業よ、総合ヤクルト、あの天皇財閥の金塊があるから、まあそれをフィリピンとかあそこから持っていけばなんとかなるって思ってるんちゃう、うん、それからさっきのまあ寺島さんのあれなんだけど、結局日本のこの国際社会でのまあ世界での立ち位置っていうのがね、やっぱり今一つ不透明っていうか、その核兵器のまあ被害を受けたね、まあ原爆を投下されて国で
不当化された国でありながら核兵器禁止条約には入らない、うん、で世界をこの、まあ、核のないあの世界にしようという積極的な行動も取らない、うん、でいざとなると棄権したり賛成したりっていう方に回ると、うん、と国際社会に対して日本の発言力っていうのはもう説得力がなくなってしまっているっていう、まあね、だからもう論理矛盾っていうか、うん、自分でも何言ってるか分かってないだろう。だからね、その北朝鮮に対して核反対するっていうのは常にこの日本の国の主張としてはね、うん、核兵器廃絶のトップに立って、そういう行動を世界中に示していたら、誰もが納得すると思うのよ。日本は核は使わない、もちろんないっていうことになってるんだから。だけど他の国も核はもう持たないっていうね、それは核のない国が言うから説得力があるんであって、そういうふうなその平和をリードしていく立場に立てば世界中から日本の評価っていうと高くなるんだけど、まあ、今度のようなああいう立ち位置じゃもう本当にテロリストから狙われるだけの日本っていう。それからね、昭恵夫人なんだけども、今度はツンクの歌に感涙っていうんでね、この会場のような社会が広がったらいいな。私ツンク知らないのよ。歌手なんでしょ、なんか。ああ、ツンクな。なんか障害者のための働き方改革プロジェクト、ライブ東京2017働く食べる笑うに参加したと。で、同プロジェクトのテーマソングの合唱では思ずこう涙を流したと。いうことで、まあこれ自体はエントちゃん、この会場ような社会が広がったらいいなと今日本当に思いましたって。じゃあそれのためにどうするのっていう。いや、まあこういう一つのパフォーマンスだろ。でも詩人なんだからね、本当はこんなの取り上げてなくてもいいんだけれども。いや、ファーストレディーよ。それより何よりね、うん、やっぱりこのなんだろう、詩人と言いながら実はこうあちこちにこうで、その自分たちの利権を広げる活動をしてるっていう風にやっぱり思われちゃうっていう。そうそう、あんたの旦那さんがやってる政治こんな社会と反対な方向ですよ。それより国会で証言どうぞお願いしますよ。それでまたそこの周りに群がる人たちね、その上見てほしいんだけど、昭恵さんはうちの姉と中高大と一緒なんですってこういうふうに言うのよ。まあね、こういうのがのうのうとしてまだいるっていうこと自体がね、留置所に入ってるわけじゃないじゃないの。それから元 TBS ワシントン支局長、総理に最も食い込む男女性に食い込んでんじゃない食い込むってなんかやらしい表現やな。純ちゃん言うとやらしい。何もうで、ほらこれぐらいあれ、あ、まあ、日本の大臣がヒトラー来参と報じられた麻生氏と握手を交わすだけでもまずい次期大統領を狙うペンス副大統領は会談を急遽キャンセル。失言の間隔がだんだん短くなり、自制心が効かなくなっている暴言老人麻生氏、引退の潮時ではないか。まあ、天皇財閥じゃ刑罰っていうか天皇の一味よ。ブッシュ親子の地盤のところがハリケーンに、ね、あのが来てるでしょ。ああで、まあ、麻生さんの地元のその福岡、ああもうあの洪水だとか災害がこうずっと続いてるでしょ。朝倉な。なんかそういうところは何をやっても、うん、結局こう身内で許されるみたいな、うん、なんかそんなのがあるのかなとも思えてしまうんだけれども、殿様みたいなもんちゃう黒田官兵衛のあれよ。それでこの間の時もね、イエズス会長、まず最初に言ったのがその政府の補助が下りるまでは復旧するなっていうことを言ったっていうじゃないの。うん、もう補助金狙いっていうのか。まあね、それはそれで自分の麻生セメントを流し込むっていう。ほらほうよ、麻生セメントどこでも流したるちょ、
今度サハリンと日本、北海道、カラフトと、フランスの方もあれだしね、あカラフトと北海道結んじゃるけんな、セメントで埋めたるぞみたいな感じちゃう。それで使うのは格安航空じゃないの。ああそうそう、あな何航空だっけ、関空に麻生グループとか言って書いてあったね、あまあ手広く金儲けでやってるっちゅうことよ。衝撃、 CIA による自民党政治家への資金提供の機密文書、外務省の反対で国民には公開されず、うん、あまあ、機密文書、結局 CIA から自民党政治家に流れたあの資金っていう資金提供について、日本の外務省が公開するなってアメリカ政府に強く反対をしていて、で結局まあその外務省がアメリカのに文書が露見しないよう事実上要請して、まあ、もみ消したっていうか、あこれ自身も消されてるね、うん、西日本の。結局その岸池田政権下で自民党有力者が対象だったみたいなんだけど、うん、まあ、アメリカの場合には30年とか何年とか経ったら結局公開されるじゃないの、うん、そうするとお金が自民党にどれだけ流れてたかっていうね。まあね、だから CIA と自民党っていう、そもそも CIA にお金もらって始まった政党が自民党だと。あいやほんで僕はなんちゅうの、あの真珠湾攻撃、うん、あれの情報をチャーチルからあのトルーマンだっけ誰かあれを知らせたら、あのそれを情報公開迫ったわけよ、うん、オンブズマンっていうかトランスペアレンシーのイギリスとしてのね、うん、そうしたら結局国民の利益のためにそれは公開しませんって言われたって、まあ、だから自分たちの利益を守るためにはまあお互い公開はやめとこうっていう、うん、まあ、だから全部公開っていう、だから自分たちに都合の都合で公開したり公開しなかったりっていうようなことじゃないの、うん、それでね、あの次のところはね、籠池さんのなんだけれども、あの新聞にも森友補助金立件計 1.7 億円大阪地検追起訴詐欺事件の捜査終結ってなってるのよ。国有地は継続ってあるんだけれども、そうするとまあこの詐欺事件の方の立件も終わって、でまあ国有地についてはまだこれ続いてるみたいなんだけど、うん、でもね、うん、こうあまり表に出てきてないんだけど、どうもまた新たな録音が出たみたいなのよ。あいやもうそれはフジテレビでやってたよ。やってたでしょ、うん、これでこれこれだろ、うんうん、国と口裏を合わせたようなやり取りっていうんでね、そうそう、口裏合わせしてましたみたいなことで、うん、あそれだったらもう籠池さん、あ、望月さん、東京新聞、8億円値引きで森友側大阪航空局と近畿財務局の間で口裏合わせのやり取り、 FNN これだけ物が出ながら東京の最高検法務省は背任は問えないと言い続けているよう、政権と対峙したかつての検察庁に、え検察庁に何なのこれ、なんか途中で終わってるような、検察庁が今はもう一緒になってやってるっていうことなんじゃないの。ああそういうことを言いたい、うん、ああまあ、だからもう私たち言ってたじゃない、天皇のあれはこういうようなことよ、大阪航空局と近畿財務局と安倍首相っていうのがもう事前に会合を行って、うん、このことについては決めていたっていうのはもう分かってたじゃない、うん、あの3日間の間にね、うん、昭恵夫人もそこに加わったりしてっていう、うん、でそこのところのがこう分かってきてるのに、いまだなんかそれにはこう背任は問えないみたいな言い方をしてると、ね、今回カンテレが抜いた新たな録音データで分かったこと、1、
工事業者側は3メートル以下にゴミがないと認識している。2、それでも8億円の値引きのためにゴミが必要なので国側があったことにしてくれと頼んでいるということ。これで財務省だけでなく国交省も嘘をついていたことが判明した森友問題。だから財務省、近畿財務局と国交省大阪航空局、ここの間の口裏合わせっていうの、ただ国交省は公明党なんでこれを握りつぶすかもしれないよね。都民ファーストの裏よ。でも3メートル以下にはゴミがないっていう、で、あったことにしてくれという。まあだから天皇同和党はもう全部官僚も仕切ってるからね、でそう。さらにえぐい録音が出てきた。これで財務省の官僚が背任罪にならないなら何かが間違っている。国と口裏合わせのようなやり取り。でその上もね、出た、こりゃでかいな、3メートル以下からゴミが出てきたことにしとけと言うとるの。やっぱり国側やんけ、国と口裏合わせのっていうことで。そうよ、本じゃないとこんなでけんじょ。それも一発の担当だけで決められんっていう。でね、財務省と国土交通省がこういうふうになぜしたかって言えば、この学校を認可して軍国主義の学校を認可して早く作りたかったからでしょ。ほらほうよ。だからもうその法律とかなんとかよりもどんどん進めてしまえっていうことよ。ということは軍国主義にを進めているこの財務省、国土交通省、もうちょっと上が、もちろんいるわけだけれども、安倍首相夫妻とかね、それさらにその上と、ヤクザの松井とか、いわゆる公明党、天皇同和党よ。でも公明党って軍国主義教育の政党なのかっていう、ほらほうで戦争して儲けたいっていう、平和となんとかの党とかずっと言っててね。表向き天皇と同じ同和、天皇同和、俺たちは差別されているみたいなこと言うて、実は自分たちが差別してるわけよ、天皇とか。そう、もう血筋が大事なんだとか言って、もう何それっていう、もうそれに騙されとったっていうことが分かってきたよ。これやっぱり2月の段階から議論は一切前に進んでないのが分かるよね。で、最大の問題はやはり8億円の値引きなのよ。地方出先機関である近畿財務局ののんきゃりの統括官が8億値引き決裁権限持ってるかという話。本店側が関与してなきゃおかしいでしょこれ。まあだから本店っていうのは、財務局、だから財務局もといえば麻生大臣よ、ほらほうよ。それから国土交通省航空局って言ったら、創価学会、それからそこに維新が加わるっていうことでね、それと安倍首相夫妻という、ほらほうよ、トップは。で、そのことを よく知ってるのが佐川であり、その上司であった、誰だったっけ、もう辞めてしまったけれども、国税庁長官だった。おったな、それは。だからその辺を何にも聞いてない、証人喚問も何もしてないで、でも籠池さんだけなのかっていうことなの。こいつだけ悪者にしてもうしょっぴけばええわみたいな。国側の職員、ゴミがあったのは国が知らなかった事実だからきっちりやるというストーリーはイメージしています。ただ音声データに口裏合わせが記録されている。籠池夫妻は詐欺罪で追起訴。さて、地検は本丸、国有地値引きでいよいよ昭恵氏捜査か。そんなことでけんやろ。でも国民は昭恵氏からも事情聞いたら一応納得はするよね。まあね、あんなコンサート行ったり、カラオケで踊ったりしてる時じゃないだろうっていうふうに思うんだけどね。本丸はいつもあれ
それから賭けの方なんだけれども、うん、今治市の情報開示で出てきた文章と、うん、で市長の行事日程の記述に大嘘を発見ということで、これもう市民がみんなあの情報公開のあれから今調べ始めてるんで、まあね、平成28年9月21日今治市長の菅良治が特区文化会出席後山本順三議員を訪問したのは確かだが、その場所は国会内であって議員会館ではない。国会に入った何を隠したいのかと、国会に入ったあの記録がないとかなんとかって言ってたじゃないの、うん、あーやー、でもこれはもうはっきりこういうふうに残ってると。ああ本当だ、参議院会館とか内閣府とか、うん、ああって書いてあるけれども議員会館ではないっていうこと。議員会館ではなかった、国会に入っていたのだっていうことか。だからこれは嘘の文書ですよっていう、うん、まあ公文書捏造にも当たるんじゃないかっていうことね、うん。それからその昨日今治市定例市議会の、うん、ツイキャスが中継されたんだけれども、今治市議会みんな質問の仕方が悪い、図面出されてパニックになって賭けが送った4枚のファックスの中だけでも数字の整合性が取れない、具体的につかないとっていう、まあ、どうも黒川さんはこうそれを見ながらイライラしてたんじゃないかと思うんだけれども、それからね、あの都民ファーストの会なんだけど代表の野田和佐が、まあ、辞職して、辞職っていうか、まあ、その代表を辞めて荒木千春っていうのが代表になったっていうのよね。でこの荒木千春ってウィキペディアにもあるんだけれども、あ、まあ、見たことないね、うん、まあ、野田和佐もあんまり知らんかったけど、東京都議会議員一期ということで熊本市に生まれて熊本第一高等学校久留米大学法学部を経て久留米大学法科大学院研究科修了、議員会館に飛び込みで小池百合子事務所を訪れ施設秘書となると、それで2012年から公設第二秘書となり2016年より公設第一秘書を務めると。で2017年第19回東京都議会議員選挙中野区選挙区から都民ファーストで出馬し1位で初当選と、いうことで今は総務会長就任してたみたいなんだけど、の、まあ、野田和佐の代表辞任に伴い後任の代表に選出っていうので、まあ、熊本っていうと細川森なんとかっていう、あのなんだっけ、熊本城主明智光秀の あそこのお寺に行ったで、京都の地蔵院、うん、たらあのガラシャっていうの、うん、ガラシャのあれを祀ってやったで、うん、キリストのあれと、それと何あの祇園、うん、祇園のなんかだから、あクリスチャンなんやなっていう、うん、なんか妙な宗教のまあ地蔵院なんだなっていう、細川さんのね、うん、まあ、菩提寺。この荒木千春っていうのの、うん、これは父方の高祖父が神風連の乱に参加したっていうんで、はあ、神風連って神風の乱っていうんだけど、なんなのこれ、これなんか明治時代の話、明治政府に対する士族反乱の一つっていうんで、お侍たちそれを率いてこう何かやったっていうようなんでね、まあ、うん、まあそれは知らんけど
なんかそれと関係するのかね。だからなんかまあ反乱を起こすっていうようなあれがあるのかどうなのか。だからでもね、お父さんが荒木なんとかで熊本県議会議員、うん、でもね彼女自身は秘書はあっても秘書としての経験はあっても、うん、議員としてはなったばっかりでしょ、まあね、でこんな代表やれるのかどうか知らないけど、ただ私ちょっと引っかかったのは昨日ね、うん、あの黒川さんが野田和沙と小池百合子のただならぬ関係っていうふうに見といた方がいいっていうふうにツイッターで言ってたのよ、うん、だからなんかそういうふうに野田和沙と小池百合子ってなんかあるのかなと思った途端に代表が変わったから、ああこれはまずいっていうあれかね、あれと思ったのよ。ああまたなんか性欲の何だったっけ、ジャンヌ・ダルクだったが、まあ小池百合子も独身でいるから不思議はないんだろうけどね、そういうあれあってもね、性欲のジャンヌ・ダルクはここにもいたっていうあれかね、よくわからない。荒木って言ったらあの小沢さんの母方のあれが荒木だったよね。ああそういえばそうだったね、うん、柏あれか千葉県。それからその上は純ちゃんの、うん、これ昨日言ったのまだ言うことあればなんだけど、昨日言った、ああそうそうこれ言うの忘れてたわけよ、うん、これこれ昨日まあ一昨日つぶやいたんだっけ、9月9日ふうまた北村情報官にやられた、山尾スクープ記事を書いた鈴木記者は8月に山尾詩織の調査を開始したとテレビで言ってた。そしたら鈴木記者ってなんか絶対顔出さんのね、うん、だから怪しげなわけよ、うん、ほんでもうタイトルがイケメン弁護士とお泊まり禁断愛とか、まあうまいタイトルつけるわけよ、うん、まあこいつで、まあこいつの指示をに出したのは誰かっていうあれで、でまあトップはこれなんだろうけどね、うん、まあこいつらのまあ忠実なるしもべたちなんだろうけれども、それにこの週刊文春の鈴木記者っていうのが関わっていたっていうんでなんかインタビューしてたで、うん、だから顔は一切出さずに、8月にもう山尾詩織の調査開始っていうことでまあ指示が出たっていう、うん、だからあの頃っていうのは駆け追求が山場に野田も連邦卸しに加担した代表選の頃だった。そういえば地方のサポーター票は枝の支持が多かったのに蓋を開けると前原だった。同じようなことがまた不正選挙やられたなっていう、まあ結局小沢さんと、菅直人が争った時も同じようになんか蓋を開けたらまあ菅だったっていうね、うん、まあだからそれでもう小沢さんとかはまあ追っ払われていったっていう、まあそういうあれよ。で結局小沢さんも辞めさせられるっていうか、うん、あの鳩山 NHK に出てきて言いよったで、うん、鳩山由紀夫のせいでもう政府には絶対関わるなみたいなこと言われて、で党のあれだけをやってなさいって言われて、うん、なんで僕がこんな党のあれをやらざるを得ないっていうか、うん、まああんたは選挙だけやってればいいんだみたいなこと言われたとか言って、まあだからそこからもう鳩山由紀夫はユダだったっていうね、それがだんだん分かってきたっていう、まあそういうことです、うん、はい。それからこっち、うん、うん、
まあ、まだこれだけのことがね、結局ずる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 とはっきりしないまま進森められて友いるっていうこ家計。とでね、まあ、これがなんかこう国民からするとこういうことをずるずるといい加減にしてること自体がどんどん増えていくじゃないの、この。ほうよ。だからなんかね、もう結局このずるずる言ってまた解散して目先をちょっと変えて、でも根本の解決には何にもならないっていう。働き方革命？うあれ何って、小沢さんも言おったな。ん、うん、それでもうね、言その、葉遊びしとんちゃうっていう。それでまあこのネトウヨっていうのは自民党に雇われたアルバイト、謎の組織 T2 について自民党本部に伝突でいいのかな、してみた結果っていうんで、雇われネトウヨの給料は1桁、1行20円という情報も出回り始めているっていう。まあ、本当にアルバイトたちが狙、あの、これをやってるのかどうかっていうのもあれなんだけれども、どうも自民党支持のネトウヨ育成に、まあ、力を注いでいるのが JNSC 自民党ネットサポーターズクラブっていうところみたいだったっていう、まあ、これはその前はチームセコーっていうのだったんだけれどもね。でもまあ、どっちにしてもこういうふうなのがあって、まあそういうの雇われアルバイトがかなり積極的に活動してるんじゃないかと、1行書いたら20円っていうような、まあ、この辺もあんまりはっきりしないんだけれどもね。まあこうやってお金で動かされているっていうことだろう。まあね、ネトウヨも雇われアルバイト、謎の組織 T2。 T2 っていうの、ツイッターの T かね、違うわ。なんだろうね。それと純ちゃん、その次のは、これは言うことあれば。この次？そうだ、これも言うの忘れた。昨日、世の中ってこんなもんだな。天皇笹川良一、笹川陽平は善人で、ヒトラーは極悪人。バノン、トランプは知っている。特にバノンは。だから9.11テロ以後、全世界反ユダヤ主義監視法を施行。ヒットラー、私たちは平和以外何も望んでいない。私は銀行のユダヤ人と戦ったのだ。と、演説で言っていまあ、るっユダて。ヤ、ロスチャイルドとっていう。今日も NHK でやんりょったで。なんかユダヤ人が今、迫害を受けましたとか言って、なんか強盗かなんかが入ってきて、それでユダヤ人撲滅団体だっけ？なんて言ったっけかな。ユダヤ人掃討隊が入り込んできて、それで脅迫させられましたとか言って、お前らお金持ちだろうとか言うので、だからユダヤ人差別はやめてくださいって言ってたけれども、彼らが今までやってきたことっていうので、かなり衝撃的な映像も含まれているから、ここでは出しませんけれども、だから言ってみれば右と左、両方とも操って、動かす、そういう連中にやられたなあっていう。だから彼らはプロパガンダ使うのうまいわけよ。もう天皇は差別されているとかね。自分たちは
が差別しているのに逆に差別されているんだっていうふうに、まあ、天皇は言うわけよ。で、天皇同和党っていうかね、うん、でも民主党になってからあの同和法っていうのはもうなくなったで、もう実態としてこんなのないのになんでずっとやってるんですかっていう、まあだから一時期はまあちゃんとなったんだけれども今もそれは行われているっていうね、まあ天皇が一番血筋で偉いんだっていう、でそれに連なる童話の人たちも偉いっていうね、だからお前らとは交わらんぞみたいな感じで、あ、まあだからどっちが差別してるんですかっていうことよ、うん、だからここが一番、まあ、気づかないで、まあ、みんないるっていう、だからまず日本はここら辺から気付けんっていかんと、彼らはお金と神様を捏造してコントロールしてるから、だから実際にロサンゼルスとかサンフランシスコ、まあ、特にロサンゼルスのあれ行って分かったで、うん、結局ヒットラーが憎いっていうよりはなんかそういう金融マフィアに対抗していったリンドバーグとかね、ああいうふうなユダヤ人たちがやってきた銀行家の役割を糾弾していって戦争に導くやつらだぞっていうのを言ってた人たちを批判しているっていう、だからなんかやっぱりおかしいな、そういうプロパガンダが今も行われているっていうね、ユダヤ博物館で、あ、それでその上なんだけどね、はい、ロスチャイルドジャパン元社長フランシス・パイク氏はタイム誌で、うん、明治政府が天皇のユダヤ教の神としての役目を再強調したというふうに、まあ、ここで言ってるっていうのよね。で、日本の新政権はこれリビンググッド、まあ、生きている神としての天皇の役目を再強調し、新しい公立学校教育制度の思想強化の核としたっていう、そうすると天皇、明治政府が天皇のユダヤ教の神としての役目っていう、と天皇っていうのはユダヤ教の神なのかっていう、まあそういうふうなあれなんだろうね。でね、それがね、あ、まあ、あの昭和になって あ、まあ、あの戦争を行って、でそして結局それが今度キリスト教になっていったのかっていうことなのよね。そうそう、キリストに変わってるだろう、まあ聖徳太子っていうことで、今だから天皇に任命したら、天皇を任命したらその服は最後は聖徳太子に着せるって言ってたもん、うん、儀式のあれとして。だからまあ聖徳太子、キリスト教のシンボルみたいな、うん、あれに変わっているっていう、うん、まあ、だから秦の始皇帝のあそこからまあ徐々に流れてきていたまあ輩たち、うん、だから祇園祭っていうのもあの京都の考古資料館で調べたで、うん、そしたらあこれは資料としてもちゃんと学術的に分かっていることは、あの朝鮮からやってきた祭りですよっていうことが書いてあるわけよ、うん、だからあなんだ祇園祭って朝鮮から流れてきたあれかって、うん、でその朝鮮から来た人たち、朝鮮に来た人たちっていうのはまあさらにそういうユダヤっていうかあっちの方から来てるんだなっていう、うん、それをテレビとかで言いよったで、うん、その祇園祭りの実行委員長とかそういう人たちが模様とか書かれている刺繍とか見てくれたら分かるでしょうとか言って、
まあだからとするとね、明治、まあちょっと大正天皇わからないけど、まあ昭和天皇まではユダヤの血筋だったんじゃないかと思うのよ。だからユダヤの人たちがもう大昔から山に住んどったっちゅうことよ、それでね、戦争に負けて、まあ日本がロックフェラー支配に多分なっていったと、でも実際はロスチャイルド、ロスチャイルドじゃない、イギリスの、まあ支配だったのだろうけれども、ということは平成天皇になった時には、多分そのユダヤの血筋じゃない人を立てようとしただろうし、逆に言えばユダヤの血筋は隠そうとしたかもしれない、裏天皇という形でね。で、まあその辺がなんか最近アメリカも分かったんじゃないかっていうことは言われてるんだけれども、アメリカもとっくに分かっとうじゃ。ほらってそこの剣山にある卑弥呼のミイラ、あれをもう持ち帰っとるんやもん、だからこいつらの正体大体もう分かったっていう。で、私ね、黒田清子さんってね、昭和天皇に似てるなと思うのよ。え、誰が？黒田清子さん。黒田清子、って誰？分からない。だから今の天皇に3人子供がいて、皇太子と秋篠宮とその下に女の子がいたでしょ。でそれが黒田家に嫁いだっていうね、なんかどうも昭和天皇と似てるなっていう気がして。だって昭和天皇の子供だろ。子供なの？え、孫でしょ。孫？ああ、ほら覚醒遺伝ちゃん、おじいさんのあれがよく出るで。いや、私もしかしたらね、まあ、そこは事実じゃないかもしれないけど、美智子殿下って子宮ブドウ状なんとかっていうので、子宮を取ったっていうふうに言われてたじゃないの。それでその後にできた子供でしょ。だからもしかしたらもういわゆる人工授精のような形でっていうことはないのかなと思ったりしたんだけどもね。で、黒田家にやっぱり嫁いだっていうところも一つのあれでのような気はするのね。で、そのまあ黒田官兵衛よ、その上なんだけれどもの子孫だろ。え、どこ？昭和天皇はテレビ時代なら金正恩とそっくりだったと思うっていうね。で、昭和天皇は実の父親三つ栗源八の命日の3日前と当日、広島長崎で核実験を実施したと。さらにその残虐行為を米国に肩代わりしてもらって、核の脅威で世界を恐怖支配する新世界秩序にも貢献という。え、だから三つ栗敬吾の弟源八の影響を受けたっていうこと。昭和天皇は実の父親が三つ栗源八だったっていう。実の父親は三つ栗源八。で、三つ栗敬吾の弟がこの三つ栗源八っていう。昨日も言った三つ栗のあれね。だから明治天皇が、まあ三つ栗敬吾じゃないかとか、大室虎之助じゃないかとかって言われてるんだけども、まあここはね、三つ栗の方のあれで、まあ言ってるっていう。まあね、いろんな説があるけれども、まあ僕なんかはこの前徳川って言ってたよね、徳川の、あれもあるよっていう、まあそういう説も紹介したけどね。その上読んで、米国は核弾頭を持っていない。9月10日 NHK スクープドキュメント、沖縄と核をいじめっ子の話を古文から聞くモードで解析すると、こうなるということね。広島原爆の威力を持つ翼撃核ミサイルが飛行機を撃墜する実写映像にピカも火球もなかった海に突っ込んでも
核爆発はなかった。核弾頭はどうだろうね、まあ、この辺はちょっとどうなのか、いやだけど、ね、このだから実写映像はこれ嘘やなと僕は思った。うん、だってあんな威力普通のミサイルと同じぐらいの威力しかないんじゃ、こんなわざわざなんであんなんで、あ、原爆のあれ使うんかなと思って。まあ小型核ミサイルってあれぐらいの威力しかないのかなっていう、普通はピカーって光るじゃん、それがないわけよ。それとあの事故でミサイルがバーって行ったっていうのも、あれは、あ、核弾頭を積んでなかったんだなっていうのは分かったわけよ。まあ実際ああいう点検の時は入れてないんちゃう、危ないから、うん、でもなんか、まあ、なんかちょっとおかしいなって思うところはあったね、うん、それからね、うん、北京のまあ地震なんだけれども、震源の深さ0キロっていうことで、地震そのものはそんなにマグニチュード 2.1 ぐらいだから大したことはないんだけど、この震源の深さ0キロっていうのはね、あの熊本地震の時が多分そんなだったんじゃないかなと思うの。で、まあ、北京地震局が今回の地震は地下や陥没などによる震動であり、自然地震ではないと説明している。だからどうもなんかここのところの人口、まあ例えばハリケーンなんかを起こすとかね、そういうのも含めてなんか人工的な力が働いてるんじゃないかっていう、なんだろうね、逆にやられたのか、アメリカメディアが発表、アメリカ自由アジア放送によるとっていう書いてあるけどね。それから、あのベネズエラがガス原油の取引から米ドル排除を計画っていうふうなことで、ほらほうだろう、もう散々やられてるもん、アメリカに。もうでその次読んでくれる、ここじゃなくて、うん、もうそこ言いたければあれだけど、あ、いやいや、まあもうベネズエラって言ったら反米のあれだから、もうボコボコにやっつけてやろうみたいな、だからアメリカドル使ってる限りこっから抜け出せんから、いろいろまあ彼らの経済制裁とかね、受けちゃうから、もう排除しようっていうドルをね、まあこれは広がっていくだろうね、まあ中国ロシア中心に、アメリカディープステートの敗北、 CIA は反体制派武装勢力自由シリア軍の2つの武装集団に対しシリア南東部からの撤退を要請、西側外交筋はトランプが CIA によるシリア武装勢力支援プログラムの中止を決定したことと関係があると明かす。まあやっとも撤退っていう感じになってきたっていうことね、それからね、あのロヒンギャの、まあ武装勢力の、計画的な多数の警察署軍施設の襲撃という、まあこのロヒンギャの迫害っていうのが、国連の弁務官が民族浄化の典型例っていうことを言ってるのよ。そうや、っていうとね、うん、結局民族浄化って言って私たちはすぐこう思うわけよ。あ、北朝鮮の上あの昇魂の日っていうね、で稲田朋美が、まあ、あの魂を浄化するために戦争で死ぬことは肯定するっていうことを言ったじゃないの。
そうするとね、一つの民族、一つの宗教にすればするほどこういうことが起きてくるのよ。うん、でつまり多様性を認めるかどうかっていうことだと思うのね。でまあロヒンギャの場合にも、イスラム教っていうことで、まあだから仏教徒のテロリストを使って虐殺させただろう。で一方昨日言ったけれども、ロヒンギャ側は CIA のまた助けを借りて仏教徒を虐殺してるっていう、まあだからもう両方を戦わせているっていう。でこれはね例えばまあ今公明党がこれからまあ天皇即位に向けて新天皇即位に向けて、まあ都民ファーストとか日本ファーストとかね維新とか、まあそういうのをこうあるいは民進の中をこう分裂して自分たちに合うような政党を作っていった時にね、まあ今はまだその一番上に立った状態じゃないから、あらゆる宗教を認めてって公明党の場合言うかもしれないけど、これがまあ自分たちが一番上に立った時にね、こういうような迫害みたいな形でね、あるいはまあもともと仏像とかああいうものをこうなんていうか破壊していくみたいなね、そういうようなところにたどり着かなきゃいいけれどもなっていう。まあ今アメリカで起きてるね、ああいうまあコロンブスとか、コロンブスの像を倒そうっていうか、ああいうことに発展してるんだろう今。で、まあ、スイスのキャボットだったかな、ロッチャルドとかロックフェラーをこうもう使っているね、多分キャボットだったと思うけれども、がやっぱりそういう崇拝する対象をどんどん破壊していくっていう考え方だったような気がするのね。なんかそういうのにみんなこう近づいていってしまってるんじゃないかっていう、ちょっとこうどうなっていくのかなっていう。国連弁務官ゼード国連、人権高等弁務官っていうのはサウジの、まあ、米英傀儡のあれだっていう。まあだからこのロヒンギャのあれもいろいろ2つの側面があるよっていうことね。まあミャンマーアウン・サン・スー・チーが使う仏教徒テロリスト対米英が送り込もうとしている、まあ、イスラム国の代わりとして、まあ、ロヒンギャを、まあ、やっつける。SRA って言ってたっけかな、そういうテロ組織、昨日言ったのはどれだっけ、まあすぐ出てこないけれども、まあなんせそういうふうな2つを戦わせて、まあミャンマーをまあ戦争状態にして自分たちはそこから利益を得ようっていう、そういう動きだろう。ここには載ってないもんね。だから今度は本当は言わないといけないのが、ミャンマーのテロリストと仏教徒テロリストとロヒンギャのイスラム国まあテロリストっていう、そこをどっちが支援、どこが支援しているかっていうことよ。まあ結局武器を与えたりしてるのはね、結局彼ら金融マフィア、 CIA とかイギリスとかイスラエル、サウジ、まあそこら辺だから 9.11 のあれはそのまんままだ続いているっていう感じやね。はあ、はい、ね、それで次、とシリア政府から盗んだパスポート1万1000通をイスラム国 ISIS が持っていることが判明。なんでこんなに持ってるっていうのはさ、
まあだから今のパスポートも5万円とかなんかお金出せば作ってくれるんだろう。まあだからもうあれだろうね、その上誰がこういうことをやってるか。アメリカは日本を使って極東で戦争を起こしたがっている。その道具となっているのが安倍政権。大量の最新型兵器を日本と韓国に売ることを許可してやる。トランプのツイートっていうか、まあ安倍政権ということはまあ天皇財閥とかも協力しているっていうことよ、うん、三菱とかああいう性兵器産業のところだけどね、うん、はい。日銀の株は政府が 55%、 ロスチャイルド家のオルレアン社が 45% を保有している。つまり200兆円を超える国債をロスチャイルド家が保有。しかも彼らは200兆円を超える国債を事実上円をすることでタダで手にしていると考えられている。だから政府 55% でロスチャイルドが 45% っていうのはこれももう半々ぐらいのあれだものね。まあね、政府といっても一応天皇が持っていた資産っていうことだろう、うん、だからもう実質ロスチャイルド支配になってるってこと、イギリス支配ってことだよね。ああまあね、あ、はいはい。まあこれの紋章を見ればある程度どこがやっているかっていうのも分かるっていう、日銀のね、うん、このシンボル、これとても日本のもんとは思えんじゃん、うん、絶対にこんなライオンおらんもん日本に。で、なん、これライオンなの、馬みたいに見えるけど、ライオン、うわ馬でないわよこんな、ライオンなの、ライオンでもうライオンよ、うん、こんなライオン日本におらんじゃん。もうだから日銀っていうのは形だけよ。あ、日本ってついてるけども天皇のね、うん、あれっていうんだろうけど、それがどこを元にして作られているかっていう、うん、ああこれこれこれだろう、ロスチャイルドの紋章から作られているんですよっていう、うん、まあね、これヤタガラスがいるね、ああ三本足に見えるけど、まあいいや。これはでもこっちは馬やね、ユニコーン、うん、こっちはライオンっぽい感じもするな。まあだからいろんなあれが一緒ってこったろ、うん、スイスと同じよ、うん、もうローマ帝国よ、ああ貴族よ。トランプがアメリカのシリア侵略に終止符を打った、これが結果論だ。オバマの行動と真逆のビジレイクが何をもたらしたんだ。オバマのせいでどれほど多くの罪のない人々が戦火に巻き込まれたと思ってるんだ。人々はメディアに洗脳され続けた結果、英米らの植民地支配を助長し続けたことに早く気づけよみんなっていう。で、日本は天皇とかそういうのがディープステートになってますよっていう、うん、まあ彼らの仲間っていうことね、うんうん、これトランプのこの車から何がここにこう、え、それあ、これは泥を吸い込むっていうか浄化する、
そういうタンクだね。うん、だからどんどん泥を取ろうって言うんだろう。うん、で姿を現し始めたヒラリー、うん、FBI 長官、うん、でまあオバマ、オバマどこにいるんだ。オバマこれだよ。ああこれ。ああ。だからだんだん姿が見え始めたぞ。これネズミなの、この船に乗ってるの。ネズミたち MG MSM って何、何なんだろう。うん、あネズミ、あブッシュ一族か、これブッシュ一族なの、書いてあるね。へえ、ブッシュカメ。あでその下に企業体がいるっていう、うん、あまあね、後ろの方はビルダーバーグ、まあマイクロソフトのビル・ゲイツとかもいますね、うん、あジョージ・ソロスとかも、うん、あまあこういう泥をだんだん買い出していますよっていう、うん、まあどっちが先か、まあだからトランプもまあ破綻させるかどうか、うん、まあ一挙に破綻させるかっていう、うん、政府を一部閉鎖してでもやっちゃうかっていうあれも出てくるだろうね。だから、はい、はい、それで、石油取引の基盤となる仮想通貨はビットコインではなく、ビットコインに代わる別の仮想通貨になるだろう。ゴールドの価値を実装できる仮想通貨が登場した途端に、ビットコインは米ドルと同様単なる俯瞰通貨に転落してしまうだろう。もうちょっとその続き読んで。あ、ここ上、うん、仮想通貨の全面下落のトリガーを引いたのが世界最大の買い手であった中国である。中国の中央銀行が仮想通貨を使った ICO を違法とする通達を出した瞬間から暗号通貨市場から資金が逃げ出した、うん、お韓国の方はさらに厳しく、仮想通貨を仮想商品、あ、金融商品や貨幣として認めることはできないと規定した。仮想通貨発行によって資金を集める ICO が韓国の資本市場法に違反するとして処罰の対象にすると伝えたことから一気に値を下げたのだ。さらに中国最大手の仮想通貨取引所ユンビから上場廃止銘柄が発表され、それによってそれまで楽観視していた中国人までもが仮想通貨市場から逃げ出した。ユンビではビットコインよりもイーサリアムの取扱い高が多い。何なのこのイーサリアムって、うん、でも中国の仮想通貨に対する規制にはロシアとのユーラシア新通貨連合の未来を見ることができる。中国の最終的なステップがゴールドを持って暗号通貨の価値を裏付ける以上、暗号通貨の種類を管理可能なまで絞り込んでおこうという思惑が見えるのだ。ロシアはビットコインのマイニング、これはまあお金を作り出すね、うん、探し出すっていうコンピューターによる作業よ、これを国家事業レベルで取り組むことを表明している。日本の GMO インターネットグループや DMM も仮想通貨採掘部門 DMM マイニングファームを開始すると発表。ビットコインとイーサリアム関連の暗号通貨の未来は当面の間は明るいと考えていいだろう。現在ビットコイン ETF の認可申請が
アメリカ証券取引委員会に提出されており、同時にイーサリアム ETF も審査中で、両方とも2017年9月22日までに決定が下されることになっている。アメリカ証券取引委員会がビットコインとイーサリアムの投資信託を容認した場合、2つの主流暗号通貨の需要が一気に跳ね上がることは確実だ。暗号通貨は世界規模の監視システムの構築に有効となるデジタル通貨。英国、カナダに続いて今後、続々と各国の中央銀行がデジタル通貨を発行するだろう。伝説の通貨アナリスト、ステファン・リープ氏。中国では石油取引の基盤となる通貨、仮想通貨はビットコインではなく、それに代わる別の通貨、仮想通貨になるだろう。金の価値を実装できる仮想通貨が登場した途端に、最強の暗号通貨にとって変わるだろう。ステファン・リープは1年以上前に、中国がゴールドに裏打ちされた人民元ベースの石油ベンチマーク、原油ベンチマークを始めると明言した最初の専門家である。人民元と金に裏付けられた石油ベンチマーク取引が始まれば、ドルの役割は必然的に崩壊する。結論は、価値の裏付けのない俯瞰紙幣をカバンいっぱいに詰め込んで、大通りを勇気のようになって徘徊したくなければ、可能な限り多くのゴールドを所有しておくべきであるということ。アメリカと日本はババが濃厚、このままいけば運命共同体になってしまう。もう一つ、有事の時のビットコイン、それは株式市場と逆相関の関係にあることをチャートなどから視覚的に理解した人々であれば反論の余地のないことだが、本当に経済崩壊が迫ってきた時、仮想通貨が文字通り仮想に過ぎない幻であったことを嫌が応でも思い知らされることになるだろうなと。ここまでね、ビットコインとね、まあそのビットコインに代わるあの通貨がこれからイーサリアムっていう、イーサリアム、このイーサリアムの方は金に裏打ちされている、まあ人民元ベースの通貨っていうことで、まあどっちも仮想通貨なんだけれどもね。でまあこれ、まあ私たちからすると仮想通貨って仮想なんだから、あまりまあどうなのかって思っちゃうのよ。まあね、いざ何かあった時はまあなかったことになっちゃったらっていうね。まあでも実際こういうのが今度こう世界を動かしていくことになるんだろうかっていう。まあそうなっていくだろうね。もう世界のレベルで取引ができるそういう通貨、まあ金の裏打ちのないドルって意味ないっていうことよ。まあでまあ、ビットコインの方は金の裏打ちはないんでしょ。ないんだよ。だからまあその裏打ちされてる通貨が出てきたら、まあ、多分その時はビットコインはもうなくなるのかどうなのかだけどね。まあそうだろうね。うん、まあただ日本も今やってるだろ、三菱 UFJ 中心に。で日銀もそれを認めてるし、だからまあ時間の問題よ。日銀もその三菱のあれを採用するかとか、まあ日銀として別に出していくのか、それから昨日911で、まあ、追悼の式典があったんだけれども、まあ、そこにヒラリーが出てたかどうかは、出てた、それは僕は僕の方で確認できたよ。まあでもあれよ、出来試合っていうか、ああヒラリー、まあ私たちのヒラリーっていう感じで、まあ911、私はお父さんを、ああ
とをなくしましたってようあんた出られるなっていう、うん、でその前日にも昨日紹介したけれどもまあ出てなんかでもバカにされてたで、うん、もうなんかどこのおばさんあんたヒラリーっていう感じでまあでも一応政治家の役割、うん、まあ活発な政治家じゃなくな終わりましたっていう、だからもう表向き一応政治家としての顔は見せるけれども実際の政治活動はしませんよっていうことよ、うん、もうだからどこもだって立候補しないんだから、うん、だから隠遁生活を今後は送るっていう、ただ政治家としてのまあ表舞台というかね、まあ出ることはあるかもしれないっていう感じね、うん、でももうすごいことはもうつぶやかれてるわけよ、あの2001年の 9.11 の出来事についてっていう本の中でね、私は本当ショックでした、あのニューヨークのあの事件はって言ってるんだよ。ほんであたかもなんかそこにいたようなことを言ってるけれどもそれは嘘だったっていうことをばらされてるわけよ、うん、あもう本の中で書いたこと、こんなわけないだろう、あんたあそこにはいなかったっていうこと分かってるんだよっていう、うん、まあ滞在したっていうことを嘘をついていました。当時ニューヨーク市長だったジュニアーニ氏はキャンペーン中にクリントン氏が間違ったっていうことで殴ったっていうのはなんかおかしいけどね、うん、まあなんせ嘘をまた800並べて本を出しているなっていう。それでこのね、ああ、まあ、私の戻ってもらいたいんだけど、ああそうなの、まだ言いたいことある、うん、いやだからここであの2012年の9.11 それも私たちは忘れてはならない、この時に殺されたベンガジで殺したことをっていうね、うん、まあ 9.11 2012年っていうことを言ってます。まあヒラリー、あーお前が 9.11 で何をやったか、その時はお前はニューヨーク州の議員だっただろうっていう、お前は何もかも知っていたんだろうっていう、それを私たちは今知ったっていう、まあ今は知っているぞっていうね、もうだからもうあんたらの、まあトランプのあれも、まあトランプが出てるけれども、まあ一応保守のあれでもうお前たちの後ろにこのサウジがいたっていうね、うん、まあクリントン財団の裏で、ヒラリーの愛人ってイスラエル人の愛人がいるじゃない。あまあね、まあ、だからそいつらの仲間だろうっていう、まあだからもうお前の正体分かってるんだぞっていう、まあトランプ、あまあ支持者のね、もう保守の人たちっていう、まあそれで今サウジは苦境に立たされて、それを仲介頼んでるのがロシアだったっていうね、もうカタールと仲良くやりますわみたいな、もうだんだん世界の中で王族たちがまあ追いやられつつあるからっていう、まあいいか、はい、はい、じゃあ戻ります。それでこの、うん、いい
はい。どこ行ってる？え、あれ？あ、どこだったっけ？あ、こっちか。あ、あ、しまった。あれ？あ、こっちだね。はい。あの第7ビルについてね、使ってもいないのに崩壊したっていう、まあ、飛行機が ね、まあ、ね、そういう疑問だとか、その上のね、あの第7ビルには巨額の使途不明金の調査資料があったとか、ペンタゴン攻撃は旅客機ではなかった可能性が大きいとか、ワールドトレッドセンターではイスラエル人の被害者はいなかったとかっていう、まあ、こういう疑問が当時あったじゃないの。いっぱいあったね。で、このワールドトレッドセンタービルが燃えで、バンの上で小躍りしていたイスラエルの若者数に、ダンシングイスラエルエリーは有名です。そうそう、帰国して堂々とテレビ番組に出演して喋っているモサドらしいということで、まあ、まだもう何年も経ってるのに疑問はもう続いているっていう。もうだから後ろにイスラエルとかサウジとかね。で、この辺がね、まあ当初トランプが大統領になった時にこう暴かれるんではないかっていう期待があったんだけど、今トランプ自身が身動き取れないようにされているんで、全然外交もでけんって言ったで、うん、だって部下がいないんだろ、ほとんども、うん、部下長が外務省、まあ、国務省か、だからティラーソンの下がもういないから、もう自分自身で走り回ってやるしかないっていう。もうそれで、まあ、さっきも言ったミャンマーからね、うん、あのロヒンギャがバングラデシュに一斉に避難していて、うん、その数がまあ30万人近くに上っているっていうことで、うん、まあ、バングラデシュの外相が、うん、ミャンマー西部ラカイン州で大量虐殺が行われているという見方を示したということで、これがまあ民族の浄化とかっていうような言葉にすり替えられてるんだけれども、それでこのバングラデシュの方に逃げるので、まあ国境のところにあのミャンマーの方が地雷を置いてるとかねっていうようなこともあったりする。まあだから両方がやっているっていう、それがもう分かってるわけよ。で、ああ、その上から読んで、その上。その上。うん、小沢一郎氏、三本の矢、町、人、仕事、一億総活躍、働き方改革、そして今度は人づくり革命。もう頭がどうかしているとしか考えられない。失敗が確定するとすぐ次の空想なスローガンでごまかす。検証も反省も一切なし。見せ物じゃないよ。政策だ。政策である。永遠の道半ばに騙されるかどうかは国民次第ですよ。その下。安倍政権は政策を食い散らかし、達成せず、国民に忘れさせる。対外政策でも疑問符のつくものが多い。拉致被害者問題はどうなったのか？北方領土は返還されたのか？安保関連法で日本は安全になったはずじゃなかったのか？ということでね、うん、まあ、その上の、まあ、世論調査なんかで、大臣の発言は小野寺、菅、世耕の3人ぐらいはテレビで報道されるんだけれども、うん、まあ、当て逃げして被害者を事務所に呼び出し暴行したこの林文科大臣の発言っていうのは、うん、家計のことから文部科学省っていうのがかなり注目されたんだけども、うん、内閣改造以来聞いたことがないと。うん、まあ、黙っていると支持率が上がるらしいっていう、うん、まあ、ことなんだけれども、まあね、それでこの文科省の審議会で認可保留となったこの今治の岡山理科大獣医学部っていうことで、うんうん、来年4月の開学も危ぶまれる中、入試相談会が開かれたと、うん、でもう参加者の話を聞くと、とにかく長がつくほどの厳戒態勢でしたというようなことで、まあ、文部科学省のことが一切こうもう報道されてこないっていうのも、なんか私たちからすると不思議だなと思うんだけれどもね。うん、でその
まともに学識、教養、学術研究に基づいたら、安倍政権、自民党、日本会議の歴史修正主義や憲法無視の問題がボロボロ露呈しちゃいますかね。地に対する憎悪はきっとあるでしょう。そのというのは何だ、録画していた NNN ドキュメント飯塚事件と NHK スペシャル沖縄の沖縄と核を続けてみたら、絶望感と怒りで頭がクラクラしてきた。沖縄は戦後一貫して、そして現在も核戦争の最前基地。これを翻すための外交的方法論を歴代の政権は持てなかったということだろう。まあ今まで知らされてなかったっていうことだと思うのね。まあね、財務省が安倍晋三記念小学校の土地帰ってきたのに、意地でもボーリング調査や試掘しない理由が分かったね。やったら埋まってないことが即バレるから。要するに財務省はゴミが埋まってないことを知ってたということ。こいつらマジで犯罪者だよと、まあ私たちはそういうふうに思っても、そこまで検察が出すかどうかなのよ ね、まあ、ね。でもこういうふうにもう一般の人たちが思ってるのに、出さなかったら検察の威信っていうのに関わると思うんだけれどもね、うん、でその政界の方なんだけれども、うん、結局まあ新聞なんか見ても、小池百合子のところに細野が行って、で細野グループが民進からこうグループ何人か抜けたじゃないの。そうすると今度は若さのところと合流するのかっていうことで、うん、まあね、で前原の残った民進も今度はぐらつき始めるだろうっていう。そうするとまあこれどうなっていくか、こんな時に解散総選挙っていうことも考えられるっていうのも、うん、まあ不安な材料、まあね、それで改憲日記に突き進むと、そうそう、今日から再開するっちゃったな、うん、もう高村が。でも補選が終わるまでちょっと極端に表立っては行動しないようにしろとかって言ってたね、うん、もうもうずるっこいよもう、うん、それでその補選なんだけれどもね、あの柏崎原発の合格は先送りへっていうことなのよ。まあ、でつまりこれ何かっていうと、補選が終わったらまあもう再稼働に進むんじゃないかと。まあね、でその上ね、まあ、新潟5区のこの補選、うん、今は合格だけれ合格先送りだけども、うん、この補選絡みっていうのがどうしても考えられると。でその上のね、泉田前新潟県知事っていうのが、まあ、あの二階さんとかなり親しくて、それでどうもこの知事選出馬を断念したじゃないの。その時っていうのはこの密約があって、それでこれがまあ、あの要するに柏崎原発がまあ合格したら、うん、この泉田さんがまた帰ると、あそういう密約がどうもあったみたいなの。っていうことは形だけ対立したように見せかける、うん、あもうそういう八百長、まあ、詳しくはここに書かれてるんだけど、古賀さんがね、元同僚の古賀さんが内情暴露ということで、おあそうなんだ、うん、密約があったのではないか、うん、同僚の古賀さんがバラした、うん、まあこの辞める時っていうのはね、もう古賀さんもう疲れてしまいました、私の代わりに出ませんかと冗談半分で声をかかってきたっていうのね、うん、でもこの時からどうも二階さんと話をしていたんではないかということで、でまあ不出馬宣言をして今の米山隆一っていうのと、それから自公が推薦の森民代とのこの争いになって、うん、結局はまあ、あの米山知事が誕生したっていうことなんだけれども、まあ
形だけはね、うん、泉田後継で、あの泉田知事は脱原発の期待の星で、うん、その後継者として米山さんが立候補したっていう、うん、まあ、あの、まあ、形にこうなってたんだけれども、どうもその辺ももっと裏があるみたいで、結局はまあこの原発再稼働、うん、が近づいてきたら、まあそのまたやるんじゃないかと。だからすごいね、究極のペテン師泉だって、なんか、まあね、そうか、二階と話をしたんではないかという仮説を立てると、全てがすっきり理解できることに気づきましたっていう、まあそういう八百長試合をやってたんですよっていう、まあだから形だけ、まあ反対みたいに言ってるけれども、実はそうじゃなかったっていう、まあこんなんやっとれんわな、まあ県民も。でも本当の味方って誰なんていうあれだろうね。それとまあその上なんだけれども、これアメリカ留学をしたこの体験談っていうことで、うん、あのこの子はまあアメリカに留学して、うん、それでまあ日本のテレビではね、うん、日本は素晴らしいっていうふうに外国人が思ってるっていうふうにやってるじゃないの。ウォシュレットはすごいねっていう、日本の技術の素晴らしさ、季節の美しさ、外国人が日本食を好んで食べているっていう情報ばっかりを聞かされて、まあアメリカに行ったんだけど、でも僕が日本人だからということで話しかけてくれる人はいなかったっていうのね。それでまあ I'm Japanese って言ったら、あのそれでなんかみんなが注目してくれるんじゃないか、優越感を感じるんじゃないかっていうふうに思ったんだけれども、これはないよ。友達にね、日本ってどこだと思うって世界地図を見せたら、ノルウェーの人は中国を指し、アメリカの友達はインドネシアを指し、イギリスの友達はタイ、ベトナムを指したっていうようなことがあって、でまあ要するに日本ってあんまり今もうあの中国とか韓国人っていうのはかなり観光客も来てるし、スーパーとかコリアンもいっぱいおんで、で私たちもう日本食と思ってお店入ったら中国人の店員だったり韓国人だったりっていうのを随分体験経験したじゃないの。ほんで大体もうそういうところのやってるのは韓国人とかが、まあ、乗っ取ってるっていうか、昔は日本人の経営だったんだけれども、もう今は韓国の人がスーパーやってたりとか、ね、お店をやってたりとかっていう、 それは住宅アパートもそうだったで、もう日本人の、まあ、アパートがもう今や韓国人のアパートになっているっていうか、コリアンのね、まあ、だからああやっぱりあかんなっていうか、それだけ日本の国力が弱まっててるんだなっていう感じがするね、うん、ただねアメリカ留学して、うん、あのその上から得たものっていうのがね、人を見た目とかイメージで判断しなくなった、自分の意見を持つようになった、相手の意見を待ってあげるようになったっていうのが、まあここで自分が変わったっていうことだっていうね。まあだから日本にいると日本はすごいぞすごいぞって言われるんだけども、向こうに行ってみたらあまりのギャップに驚いたっていうね。まあね、それからね、あの一番上のとこなんだけども、一番上、あの今日特進はもうこのことばっかりで、
チケット転売詐欺で徳島県警が21歳の女性を5人逮捕したと。で実際の犯人っていうのは京都だったかの中学生、そう中学生だろ、中学生だった、京都じゃない、愛知県豊田市の、あそうなの、うん、京都市じゃ京都じゃなかった、うん、愛知県豊田市のなんか中学生だったんだけども、京都市に住む中学生の女子生徒15歳を詐欺の疑いで書類送検し、まあ、住んでるけど、あ実際は女子生徒は豊田市の専門学生の女性になりすましていたって書いてあるよ、うん、ああ、うん、あれ徳島のあれじゃなかったの、徳島のはずだよ、それはなんで、一方で女子生徒はツイッター上で徳島県に住む高校生と和歌山県の社会人がチケットを欲しがっているのを発見、2人にチケットを4万円で売ると持ちかけ口座に振り込ませた、愛知県豊田市の専門学校の女性を5人逮捕した徳島県警が、徳島県警が、うん、徳島県警が愛知県豊田市の専門学校生の学校生の女性21歳になりすましていたな、ね、で5人逮捕して交留19日間にわたって交留していたっていう、交留していたっていうのはどこで、三好かなんかじゃなかったっけ、うん、三好だったね、だからわざわざ読んで交流してたっていうことなのかね、どうなんだろう、なんかよくわからないな、うん、それでね、ああ、まあ、結局何かっていうと、うん、この個人情報が、まあ、あらゆる形でこう使われて成りすましっていうのがね、まあ、このことだけじゃなくて頻繁に起きてくる可能性があると、あ私はやっぱりそのマイナンバーとかああいうところから情報が個人情報が流出するっていうことをね非常に慎重にこう扱うべきであって、まあね、プライバシーに関わること、やたらマイナンバーマイナンバーって言うけども、その役所が管理できるのか、その事務やってる人がパッとナンバーをこう記録したらもうそれで全部その人の情報が得られるっていうね、でこれがまあただこれからどんどん保育園の入園とか保育所の入園とかね、それからまあ税務申告の時とか、もう本当に何から何までその情報を得られるけれども、それを管理するところがちゃんとできないっていうと、こういう事件がこれから別の形でねまた起きてくる可能性があるんじゃないかと思うのね。まあね、それでまあ5人逮捕なんかされて留置所入れられたら自分ち身の覚えがなくてもね、まあこれは、まあ、たまたま三好署がっていうことで徳島のもう特進なんかは今日もうこのことがすごく書かれてるんだけれどもね、まあ全国版でなんか有名になってるよ、うん、でまさかこんな中学生がこんな犯罪を起こすなんてあんまり思わないだろうからね、またメルカリかなんか使ってあれやってたのかね、はあ、ちゅんちゃんの方をコメントと、はい、よし、じゃあいつものやつやります。じゃあ第四メディア、あーやっぱりあれか、金のあれが、まあ、ドルがもう衰退していくっていうあれだね。ロシアと中国の間も金でやり取りをしようっていう、まあ基準としてのやつを設けよう
多極化する世界、本当のブリックス、これが、まあ、彼らにとっては爆弾となっていくっていう、経済もそういう感じだね。まあドルももうダメね、通貨戦争に。だから あれするには株とか通貨をもうちゃんとしたい、まあ金本位に戻せるようにしていくっていうことだろうね。そしたら途端にもうまあ株は大暴落するだろうし、まあディープステート側はどういうふうにそれはさせないだろうね。まあいいや。リテラー、もう最近リテラーあかんな。もう稲垣草薙香取が独立とか、リューチェルの1位、リューチェルの意見が真っ当すぎるとか、財務省と森友問題に決定的新証拠、財務省が国有地値引きのためのストーリーを籠池側に提示し口裏合わせする音源が出てきたが2位ですね。安倍の新証、秘書官が、勝手に書き換えた影の総理、今井秘書官の増長に官邸でもブーイングが続出っていう、それからスプートニック、さてどうかな、スプートニック、日本政府北朝鮮の電磁パルス攻撃対策を検討っていう、なんかありえないようなことをどん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 、なんかお互いに挑発し続けてるんだね。もう安倍とか、もう早う戦争みたいにでけんかなっていう、三菱も戦争やりたいやりたい言うて言うとるけんなみたいな感じで、そのためにはアメリカにも北朝鮮にもお金を貢がんとなっていう、国連安保理が対北朝鮮制裁決議を採択、ロシア中国も賛成したアメリカ FBI 通信社スプートニック元社員を取り調べ、同社内部文書を調査。ああすごいね、もうこっちもすごいな。ああスプートニックを取り調べなんか盗聴器を仕掛けにしていったりとか、まあサンフランシスコの、とか、一方では CNN の主要従業員がフェイクニュース騒動で辞職っていう、こっちはあんまりあれだろう。あらすごいよ、あれだ、セックス動画か、現実逃避してる、あらららら、かわいそうに。まあいいや。まあ、いや、ちょっと、よだれが出てきそうだけど、まあ、サクラジャーナル、あれ？あら、メンテナンス中？あらららら、ちょうどあれだったな。ああ、紹介できないですね。10時半にならないとできないっていうマスコミに載らない海外記事、平和に本気なら
アメリカは日本から5万人の軍隊を、韓国から3万人の軍隊を撤退させるべし。まあね、ロシアテレビ RT ですね。2つの朝鮮を隔てる韓国ヨレチョンの非武装地帯付近でのアメリカ韓国共同渡河演習に参加するアメリカ軍兵士は社会問題から目をそらせ、さらなる利益を意味するさらなる戦争を望んでいる。それは天皇財閥も同じですよ。うん、アサドが化学兵器を使用したならアメリカは大いに腹が立つとトランプ。まあこれもまた嘘だけども、うん、本当に戦争しない平和を望んでるんでしょうか。いやいやそんなわけないっしょっていうお金儲けのためにやっているんですよ。まあね、でもトランプも身動きが取れない状態ですね。あ、そうか、もう10時半にならないとダメだから、うん、まあそういっちゃもう終わろうか、あ、終わるかというかもうこれ以上はあれだから、なんか こういうのも出てきてるな。ウェイトトレーニングで痩せた子沢山の母親がセックスシンボルになる。おお、35歳のゲイトリーさんは実年齢よりはるかに若く見える。あららら、ほんとだ。いいね。おー、ほほー、イギリスか。ははー、まあ、こういうあれがありますね。あ、いいね。まあ、こういう話題とか、北朝鮮で一番見られているポルノ、あ、これ前見たかな。More sites for terms、 モンゴル、ジャパニーズ、コリアン、コリア、ゲームショー、 Most viewed category、 North Korea Insights、 Japanese、 なんこれ、最も観覧されているポルノのカテゴリー。ポルノカテゴリーには日本人、アジアン、巨乳、アニメが含まれている。最も閲覧されているポルノのカテゴリーには日本人、アジアン、巨乳、アニメ、このノースコリアで。ということはノースコリアの人は日本人っていうのがのポルノが大好きだってことかな。
アジアの中でも特に、北朝鮮で最も検索されている言葉は様々な国籍を含んでいる。それは中国、モンゴル、日本、韓国、スウェーデン、インドネシアの順。同サイトには毎日8000万人が訪問するが、これは北朝鮮で最も見られるタイプのポルノと、その消費のされ方についていくつかの一般化できる、統計。北朝鮮から最も検索されている言葉はチャイニーズ、モゴリアン、そして日本のゲームショー。キム・ジョン好きなのかね、日本のゲームショーが。で、最も見られているカテゴリーは日本人。ポルノのカテゴリー、日本人のあれが好きだっていうことか。へえ、面白いな。その次がその他アジアンと巨乳、そしてアニメのポルノ。へえ、これはキム・ジョンとかの好みっていうことか。っていうことがわかります。あれ、もう終わるんだけど、もういいのかな。そう言っちゃ、あれ、これはだから、じゃあもうこれで、コメント読んで終わります。戻ってこないな。戻ってきた。いや、もう一応全部やりましたよ。じゃあコメント、はい、コメント読んで。第2、純ちゃん第二劇場だけなってなってるよ。エロ劇場ってなってるよ。違うよ、エロ劇場って。北朝鮮がどういうふうに、現状かよ、現状。現状って何？いやいや、キム・ジョンが、どういう、純ちゃんよだれよだれってなってるよ。言ったことないよ、よく言うよ。まあ、んなことないっすよ。やらしいの見てるよって。え？純ちゃんやらしいの見てるよって。やらしいことないよ。どんなの見てるの？よく言うよ。キム・ジョンのあれを見てたわけよ。何を？いやいや、どういうのに興味あるか？純ちゃんが興味あるんじゃないの？違うよ、キム・ジョンだよ。北朝鮮だよ。まあ、それが、この書いてあるで、こう、キム・ジョン、その好奇心が若さの秘密なのか、わらわらって。純ちゃん、好奇心だけはあるけどね。どういうこと？好奇心っていうか、今度、なんちゅう、新しいスマホ型のな、なんかドローンが出てきたんじゃ、5万円ぐらいで。あれ買ってもええって。あれポケットサイズで認可なんか得なくてもどこでも飛ばせる。そのやらしいのとそのドローンってどういうあれがあるの？関係ないよ。だからもうそういうドローンがこれからの取材にな、神社とかあれ調査するのに必要かな。だって実際に行ってるじゃない、ドローン飛ばさなくたっていいじゃん。いやいや、上から見た目線っていうか、それがどっか変なとこ行っちゃってそれを探しにまた山の中入るとかって言ったらあれよ。そのポケットに入るな、スマホ型なんかすごい、私がいないとなんか楽しいみたいで明日も楽しいことないよ、席外してねなんて。もう話つなぐのに大変やったっていうことよ。どうなの？って何を言うんや。もうちょっと入るドローンって何？ちょっと入るって
じゃんちゃんだ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 んリューチェルみたいになってくよね。リューチェル、どういう意味リューチェルって。なんか女っぽくなってくる。これあんたのせいだろう。もうじゅんちゃんの本能を知ることは楽しいって。え、じゅんちゃんの本能を知ることは楽しい。そうかな、な本能女にさせられてる。ほら言ってるよ、覗きに使ったらダメだったよ。女覗きに使うことないよ。もう神社、古代の歴史を探るためにな、必要なわけよ。もう前はほな終わろか。いいのコメントは。ああそうか、この間 NHK のこと書いたら、渋谷を火の海にすることもできる人がいると。あ、まあね、そうそう、結局書かんといかんと思ってるんやけれども、なんで公明党が、うん、天皇同和党かっていうね、あれをまあブログとかなんかでちゃんと説明せんといかんなと思って、うん、まあそこには塚本祖山、うん、日本財団、まあ天皇の金塊とかそういうのも関係しとるなっていう。まあでも基本はあれよ、今までみんなあまりにも洗脳がな、うん、まあされていたっていう、うん、まあそれは古代の歴史を探ることによって分かってきたっていう、うん、まあどんだけ歴史を捏造しているっていうか、うん、ねじ曲げて天皇がまあなんかすごい人だみたいなね、うん、まあそれに騙されてきて未だにそれが続いてるっていう、うん、まあ天皇が一人の日本の象徴だろ、うん、だからマスコミももう象徴とするためにスキャンダルとかそういうの一切出さないっていうね、うん、だから一番善人と思わせてるやつが一番極悪人だったっていう、うん、まあ日本財団の笹川良一とか、うん、まあ祖母、うん、塚本祖山、まああの辺り陰に隠れているやつらが一番悪いやつらやなっていう、うん、まあことよ。まあだからまあリセットせんとあかんっちゅうことやな、うん、今までの洗脳、うん、まあ天皇とかまあ一番いい人だとか日本財団笹川良一いいおじいちゃんだったとかね、あそいつらが一番まあ悪いやつらですよっていう、うん、だからそういうふうにプロパガンダやっていかんと逆にまあ本当のことが分かってしまうとやばいから、うん、極力隠しているっていうそういうプロパガンダでね、うん、はあ、はい、そいじゃあ今日はこの辺で終わります。はい、はあ、まあこの人もそうで50年近く笹川良一はいいおじいちゃんだと思っていたからね。一日一善、そう一日一善、ああええことせんとあかんなこのおじいちゃんみたいにって思っとったもん。まあね、まあ明治維新から大嘘だったなんて思わなかった、うん、でもそのもっと前からもう歴史上ねいろんな嘘があるっていうのが、安徳天皇は亡くなっていたとかね、亡くなってなかったっていう、うん、そうそう亡くなってなかったっていう、うん、そういう平家物語、ああいうプロパガンダによってみんな信じ込まされていたんだなっていう、うん、
そういうことが分かってます。じゃあ今日はこの辺で終わります。じゃあユースト停止。YouTube ライブ停止、録画停止。